GPS を即位しました。どっちから帰ろうか。信号無視だろ今の。パトカー多いね。どうしたのこれ。これさすがにやばいんじゃないのこれ。自ら隊と所轄？あれこれ警察署だっけ？来ねえか。やっぱ神奈川来ねえか。だって俺なんだっけ、なんかの動画で言ったよね、神奈川の地雷隊は交通違反を取り締まるためにずっとぐるぐる回る時あるからね。このジラ隊なんかさ、これ夜だから今回ってるけど、これ幸い分庁だけど、幸い分庁昼間川崎の駅前のとこぐる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 回って違反者取り締まりやってんだから。2台連なってさ、何やってんのかな。あれだってさ、あれよくさ警視庁の動画なんかだってさ、あのパトカーがほら左行くじゃん。あれなんで左行くかって言ったら、後ろの車が詰まらないために先行かせるわけじゃん、遅く走りたいから。今のもそうなわけじゃんね。でだよ、普通さ、パトカー乗ってる乗務員たるもの、その要は行かせるわけじゃん、後ろの車を。でその時に抜く車って必ず見ません？まあ見ませんって警察官じゃないからですけど、まあ一般的に見るじゃない。で、あどんな車だみたいな。今なんて前2人揃って10時10分でずっと前だよ、ボケーっと。すごいよね、ほんとに。でさ、俺は先に行かしても結局その後ろにさ、今だから所轄高津、高津がいるわけじゃん。で2台連なっちゃってんだけど、今俺もほらってもう今いねえけど。あ、やっべ後ろのカメラ録画スタートさしてねででーんめんどくせえんだよなこれいちいちねえ。俺じゃあ2台連なって走ってんでしょ今。じゃあ、うん、高津は思っちゃうよね、なんだこの地雷よと思うよね。結局今の所轄だって本社入っていかなかったもんねえ。だからパトロールでしょまあ多分高津が多分どっか右曲がるんだろうね。同じとこ走っても意味ないからね。あれだ、玉包みでもよかった。じゃあ玉包みでもよかった。
だこれがもう警視庁と他県の違いだよね。まあまず来ませんよ。ちょっと今のはさすがに来るかなとか思ったけど、2台いたからさ。ね。で前の高津だってさ、俺が左折するときにさ、ねえ、俺わざと遅く行ってんだからさ、ねえ、であと信号無視ね。パトカー2台いてある信号無視捕まえねえんだよ。あらっちゃ完璧やかだよ。あそこちょっと変わった交差点なんだよね。十字路プラスあの4時の方向からもう一個交差点だから、あの進路方向があってる気がする。まあでもどう見てもあれはアウトじゃん。もう停止線越えた後にね、なってんじゃん。赤になった後に停止線越えてるわけじゃん。ね、なんかよくなんかさ、なんかコメント来るけど、停止線からだからね、あの信号無視の範囲ってのは。ね。すごいよね、あの信号無視もいかねえしさ。ねえ。まあ横浜ナンバーだとまああれなのかな、川崎ぐらいだって。いやでもそりゃねえな。そうだからやっぱりね、あの警視庁だけなんですよ、あんなのは。本当にだから神奈川なんて最後職質だよ、いつだろう。うん、俺黙っちゃったもん。すまん、ちょっと黙っちゃったっていうぐらいなん受けてないよ。これ今からでも、中原から玉筒見た方がいいかな。めんどくせえなこっち。7キロ。まああと7。まあ7分じゃつかねえな。無理だな。じゃあもう2個玉に入ってたらさ、ね、そのままカンパチで行くんだけど、さすがに野口で遊んでてさ、あの辺に車止めちゃうと、なんか2個玉行くのはな、玉包み行くのはな、まあ玉包みぐらいならあるだけど、玉包みもさ、たまーにはまるじゃん。なんかでけえ大型いてさ、まあトロトロトロと走られちゃってさ、ね、もう40キロ制限じゃん。この先、一般道警察署があります。助手席見てたんだよ。だからあれを見るとか危ないな、あいつ神奈川県警感じた。神奈川県警いつも何をやってるんだって話になっちゃうよね。ね。うん。いや俺はあのほら神奈川とあのまあ神奈川っても川崎横浜ぐらいしか知らないけどさ、まあ埼玉とか千葉とか静岡もみんなこんなもんじゃんね。なってないよね。
あ、でもこないだ横浜どっから声かけられたんだっけ。どう、あ、あれこないだって結構前かな。うん、それはあのリスナー警官だったんだよね。うん、で友達ん家の目の前だからちょっとそれは出すのやめようと思って。一時停止待ち伏せエリアに注意してください。うん。うん、デビ。うん、なんか特に話すこともないよね。ちなみにその神奈川県警はその、あの70番台っつって、さっきの10番だったけど、あれの70番台になると、あの、あれなんですよ、職務質問、技能指導班、指導員が乗ってるやつで、まあ特に職務質問しますぜわしらみたいな感じなんですよ。まああの警視庁で地域指導、うん、なんだけど、神奈川でほらまたそこパトカーいて今見にだけど、うん、だけどまあ神奈川ほぼ来ないよね。なんなんだろうね。これ誰や、全然川崎まで話もない。うんうん、さてちょっとあのね、眠いんであんまりちょっとあのべしゃりが、すいませんね、ちょっと尺稼いでるだけになっちゃうね。それなあれだよね、たまに俺思うんだけど、まあ旅行はあんま国内はそんなに行かないんだけどさ、たまに行くじゃん。今のとこ全部声かけて、大阪行った時もさ、あの なんだっけ、あの御堂筋、あそこのところさ、モールパトカーに止められてさ、友達と行った時に、あ、友達、他の友達の車ね、一緒に案内してもらった時に、あ、じゃあそれも大阪で出すかと思ったんだよ。どうしたらマジで消しちゃってさ。だ今んとこ名古屋でしょ。あーこれもう行くしかない。あーこれダメだ。はい、ダメ。停止線が2段階ありました。名古屋を止められたでしょ。だから愛知県警でしょ。ほんで姫路でしょ。うん、で2つしかねえじゃんな。ねえねえ、うん、まあいつはごめんなさい、ちょっと眠いんで、あの話ダメでした。尺長くなっただけです。尺稼いだだけです。うん、まあ神奈川県ってこれですよ。こんな感じです。よくほらコメントで来るんじゃないですか、なんでこんな止められるんですかって。僕止められないんですよって。うん、僕も止められないです。うん、横浜いるとき、川崎いるとき、神奈川県警にいるときは止められないです。あの警視庁入ったときだけです。うん、つまりそういうことなんですよ。うん、あーデビ、うん、まあそんだけ、うん、止められない、まあ、パトカーが少ないってことは、まあ、治安がいいっていう、まあ、解釈にも な、まあ、ならなくもないけど、でもたまにさ、ヤマトとかさ行くんだ、あとあそこ宮明寺、あの神大岡とか、この先結構横浜なんかで神大岡っていうのは結構治安が悪かった方なんで、俺らの時はね。今はどうだか知んないけど、その名残っていうか、それがあるから、なんかその時のイメージのままなんだよね。まあ川崎は、あ、川崎じゃない、横浜は圧倒的にもう伊勢崎、うん、そう。あ、でもまあそのお姉ちゃんすごいな、あの格好で。何あれ、下着だよね、パンツ透けてるよね。あ、でもまあまあ伊勢崎の治安が悪いっていうのは、まあその BK だからね。それだから、なんだ、百頭が多いとかさ、あの暴走族が多かったとか、そういうのだとやっぱね、神岡とかさ、あと宮明寺、
とあとまあそこら辺か小金とかはまあ子供の時のイメージのまま残ってるからあれなんだよね。あとまあヤマトもそうだね。まあまあまたヤマトになるとちょっと違うもんね系統が。でその暴走族でも違うからね、横浜とあっちのヤマトの方じゃね。ああ寒かったら暑かったりするな。もうダメ。こういうのってさ、俺いつも思うんだけど、実際どっちで行った方が早かったって分かんないよね。この先玉堤通りってさ、その川沿いの川沿い土手沿いのさ、すごいもうまっすぐな道があるんですよ。もう信号もほとんど引っかかんない。引っかかるって言ったらガス橋とどこだ。うん、まあそんぐらいなんですけど、うん、一緒に用意ドンね2台でするわけじゃないからちょっとわかんないよね。うん、ずっと前なんかで来てたな、思い出した。八王子の女の動画のやつでさ、なんで八王子行くのにここで降りるんですかって言われてさ、いやいや女ってそっちなんだしと思ってさ、でそっから八王子の駅行くんだよね。道って一つしかないのかな、ね、帰り道一つしかないのかなって思っちゃうよね。帰り道じゃない、うん、なんでもないです、はい。まあそういうことでね、まあ、神奈川県警全然来ないですよってことで、ね、はい、じゃあお疲れちゃんです。